皆さんこんにちは、こんばんは、ございます。創作局チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっと、異常事態が家で起きてまして、今ここに、ここはですね、自分の部屋の隣なんですけど、ここはですね、一応あのうちの兄貴の、オーディオルームになってるんですけど、このオーディオルームの下の階っていうのが、うちの両親の寝室になってるんですけど、まあ、この撮影してる日の前日くらいからすごく、まあ、上の階でものすごい物音がするっていうことで、何事が起きてるのかなと思って、まあ、この部屋入ってみるとですね、はい、この天井なんですけど、この天井に貼ってあるベニヤ板がこうベローンと剥がれ落ちて、ここにですね、こうでっかい穴が開いてるんですよ、はい、これがですね何なのかなと思っていたんですけど、実はですね、まあ、ここ数年なんですけど、どうもなんか天井裏をこう動き回ってる何やら生き物がいるということは分かってたんですけど、でこの壁の向こうですね、こっちがまあ自分の部屋で、その天井裏でだいぶあのものすごい物音がしてて、でなんその中に入ってる生き物何なんだろうと思った時に、まあ2年くらい前にちょっと家の外にいて、こうふと家を振り返った時に、あの空をこう滑空してくる、生き物をちょっと見ちゃったんですけども、あの多分この屋根裏でうごまいてる生き物っていうのはムササビだと思うんですよね、はい、まあ、あのその時の、まあ、見た感じのイメージ図をこう再現してみて、こんな感じになるんですけど、この家の屋根に向かってこう、こう膜を広げて滑空してくるやつを、まあ、見たんで、まあ、まず間違いなく、ここにいるのはムササビだと思うんですけど、でここ2日くらいですね、どうもこの2階の方でこうなんかドタバタドタバタ歩き回る音がするっていうことで、おそらくはですね、多分こっからそのムササビが落っこちて、で戻れなくなってこの中をあっちこっちこう引っかき回してるのかなっては思うんですけども、天井がこう落ちたっていう理由っていうのは、やっぱりこれ、まあこの家もちょっと築年数が長いんで、こう雨漏りですね、多分この梅雨時のこの雨の雨漏りでこの天井がちょっと腐ってしまって、でムササビが入った拍子でこんな抜け方するかどうかはちょっと分かんないんですけど、多分ここも雨漏りで腐ったところにムササビが乗っかって落ちて、で、まあ、今これちょっと片付けてあるんですけど、この辺に置いてある、まあ、ディスク類がですね、ぐしゃぐしゃぐしゃってこう床に落っこってたりしてて、でも間違いなくですね、ちょっとここはあの自主規制であんま見せないようにはしますけど、もうめっちゃくちゃ糞してるんですよね、このね、この辺に糞をしちゃってるし、でここのこっちの部屋ですね、向こうの部屋にも糞があるんで、やっぱ出られなくなってちょっとね粗相をしてるんだと思うんですけどね、これね。でまあちょっと2階の廊下は、まあ、ちょっと雑然としてるんですけど、あの向こうの方にちょっとね段ボールがこう崩れてる感じがあると思うんですけど、あれも本来はこうちゃんと積んであったんで、それがこうぐしゃぐしゃになってるんで、やっぱこの廊下をですねこうあっちこっち行ったり来たりして暴れ回ってるんじゃないかなと思うんですね。で廊下の天井なんですけど、天井の板ちょっとこういう風にずっこけてるんで、まあ、もしかするとあのこの廊下の面の柱をバーッとこう上がって、また天井裏にこう隠れてんじゃないかなと思うんですね。今昼間なんで多分寝てると思うんですけど、多分この天井裏にまた隠れちゃったのかなと。でムササビはまあ日本の固有種なんで、まあ、駆除対象ではないんですよね。だから
個人がこうむやみに捕まえたりすることもできないんで、まあ苦情というか、まあ出て行ってもらうには、まあその窓とかを開けといて、まあムササビ自身で出て行ってもらうか、あとはその駆除業者さんとかに頼んで、まあ、捕まえてもらうかと。まあでもその駆除対象ではないんで、その業者さんも一回捕まえたらば、その山の方にね、戻さなきゃいけないんで、その完全に駆除するってことはできないわけですよね。でまあうちの母親がこの破けて落っこったところの下に、まあ、いろいろこうゴミが落ちてたんで、それを掃除してたらば、この黒いやつの影からそっちに向かってダダダッとこう何かが動くっていうことがあったらしいんで、やっぱりまだここの中にいるか、さっきの廊下の天井の隙間を上がってまた天井にいるのか。といきなり緊急地震速報が鳴ってしまいましたけれども、多分まだね、この家の中、まあ、天井に上がってるかもしれないんですけど、でまあとりあえずはこの天井の穴をねまず塞がないことには、まあ仮に窓から追い出してもまたここから入ってきちゃうということになっちゃうので、まずはですねこの天井の穴を塞ぎたいと思います。でまあ普段このムササビは多分このね軒下のこの穴開いてるんですけど、こっからこう出入りしてるんじゃないかなと思うんですけど、さっきの穴から入って、まあ、こう天井をこう伝ってバーッと、で、まあ、自分の部屋の上あたりに多分巣を作ってあるんじゃないかなと思うんですけど、そのまあ基本夜行性ですから、でも夜行性でもちゃんとな、まあ、視界は見えてると思うんですけど、ここからね落っこっちゃったっていうことだろうとは思うんですけど、果たしてですね、今ちょっとね歩き回ってる音は聞こえないんで、多分この天井裏にまた戻って、寝てるんじゃないかなと思うんですけど、まあ多分ですね、ムササビさんがちょっと家の中にまでちょっと入ってきちゃったということでございました。はい、はい、というわけで一夜明けたところなんですけども、で昨日父親がですね、一旦ムササビを外に追い出したらしいんですけど、まあ、昨日の夜になって、またちょっと物音がしたんで、その、はい、音のした方を行ってみたらば、こんな感じで、はい、ムササビ君がですね、反射にしがみついていたわけです。なので、まあ、よっぽどこの家の、まあ、屋根裏とか家の中が居心地がいいんで気に入ってるんじゃないかと思うんですけど、まあ、これ見る限り、まあ、オスかメスかちょっとわかんないんですけど、多分親ですよね。成長しきった親の方だと思うんですけど、まあもし屋根裏とかに子供がいるなら、まあ意地でもこの中に戻ってくるっていう意味がわかるんですけど、ただ昨日親がですね一応天井ぐらいに入って見た感じではいなかったと。ただちょっとその自分の部屋とは違う方向の屋根裏しか見てないんで、もしかするとね、自分の部屋の屋根裏の方には子供がいて、また戻ってきたのかなっていうふうには思うんですけどね。まあ、昨日の夜はですね、割と早いうちになんか騒々しい音が消えたらしくて、まあ、多分ですね、この辺にこの2階のこの辺に餌がないっていうのが分かって、屋根裏に上がって、まあ、朝なんですけど多分寝てるんじゃないかなと思うんですね。2階の廊下側にある障子戸なんですけど、まあこれ結構ひどい状態で、おそらくこの辺をねこうよじ登ったりして、こう障子がだいぶこう破られちゃってるんですけど、まあこう障子破ってさらにこう部屋の中に入って中でまあ糞をしたりしてるんで、
このままほっとくわけにもいかないんでね、はい、はい、というわけで、ムササビに翻弄される我が家でございました。まあ今後はですね、どうやってムササビを追い出すかはちょっとまだわかんないんですけど、まあこのままいてもらったんでは、まあ家の中はちょっとしっちゃかめっちゃかになっちゃうんで、とにかくどうやってか、何らかの方法で、まあ、出て行ってもらうようにはなると思うんですけども、まあ、その顛末はですね、また別にちょっと報告できればなと思うんですけども、まあ、その時また動画作りたいと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生する人からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。